さあそれではコーナーに行きましょう。思っちゃったんだからしょうがない。はい、皆さんが勝手に思ってしまったことや想像してしまったことを募集しております。ラジオネームシャレ EX、うん、太田さん、うんこまん、こんばんは。うんこまんじゃないよ俺は。なんか間違ってるけど。うがいが一番うまそうな動物はカバだと思う。あー、まあ口がでかいからね。でもすごい量の水を転がさなきゃいけないからね、喉でね。すごいことになってる。洗濯機どころじゃねえだろ、中で。ねえ。うがいがうまそうなのは、あとね、カナリア。サイは。サイ？サイは俺。サイは、サイは俺。あと、カエル。ガラ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 みたいな。ラジオネーム、シャレ EX。太田さん、つまらん人、こんばんは。まあ、それはちょっと、うんこまんほどの否定はできない。はがき職人にとって一番嬉しいことは、うん、大滝秀治に、面白いお前のネタは、面白いと言われることは。いや、あんまないでしょ、それ。そことないの。それ、嬉しいかもしんないけど、面白い無理でしょ、それ。お前のネタは面白いやってないでしょ、大滝秀治のジャンクとかそういうの。明日は明日は水曜ジャンク、大滝秀治のとかやってないでしょ、それ。大滝秀治のジャンク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 、大滝田中の田中部屋、田中部屋じゃね、田中のうるさいよ、恥ずかしいわ。ラジオネーム卑屈のエナジー、太田さん、毎晩アイドルのエロ画像をネット検索してる人、うん、こんばんは。あんましないんだよね。なんかどっかの先生がエロ画像を、うん、パソコンの授業をやってたら、うん、みんなとネットで、うん、生徒とつないで説明してたら、うんうん、収集してたエロ画像が、嘘、みんなのパソコン画面に映っちゃった。かっこ悪いかっこ悪いねー。もうなんでそんなミスするかね。エグザイルがエクササイズの DVD を出すとしたら、うん、DVD のタイトルはエグザサイズになる。まあまあまあ、エグザサイズ、エグザサイズ、まあまあそうじゃないですか、うん、と思う。まあそうだろうね、エグザサイズ、何のこれしかないよね。まあ、何のエクササイズもね、DVD を出すのか知らないけどね。エクササイズ、いろいろとごめんなさい、ネーム。うん、A6 四股。太田さん、CW ニコルの付き人、こんばんは。なんだ、何してんだ、俺はよ。浅香光代さんがエリートサラリーマンだったら、うん、アタッシュケースではなく、アタッシャケースに大切な書類を入れている。トム。アタッシャケースバカだね。アタッシャケース。ラジオネーム、シャレ EX。うん、太田さん、ミニマムユージ。うん。こんばんは。はい。女優の松下ゆきが、またしまった。コラムニストになったら、うん、ペンネームは、ゆきこデラックスで決まり。決まんねえよ。決まんねえよ。ひどいね。ラジオネームシカトロック。うん。太田さん、ハラちゃんの幸せを分けてほしい人、こんばんは。いや、まあまあね、ハラちゃんも、ハラちゃんももうすぐね、旅立っていっちゃう、ね。そうだよ。いつ行くんだっけ。来週はいいね。最高だね、来週。俺はね、腰が痛いからね。ゴルフもね。セックスもできない。セックスもできない。セックスもできない。小花さんが大声を出したとき、うん、クララが立ったときと同じぐらい衝撃が走ると。大声を出した、小花が出した。うわーって。小花が出した。ヤギもみんなも喜びだよ。みんな喜び。やったー、小原くんが大声を出した。バーバーって、超キレてんね、超キレてんね。周りは超喜んでる人だったよ。猫ひろしか。藤田悦司くん、セントフォースの高見優里ちゃんが4月から目覚ましテレビの月曜日に出演するようになったことを喜んでいる35歳、うん、メザニューの
木金と目覚まし土曜日にも出演中って、もう分かんない、もう大変忙しいんだね。だって月、そうだよ、火曜日しか休みないってことか。そっか、もう月か、あ、水曜日か。だからそれこそショーパンなんてさ、月曜いいともも出てるわけだからさ、大変だよね。あ、でも結構休みあんな。か。いいよもう。日。な。なあじゃねえよ。いいじゃん。勝手なイメージなんだけど、うん、青森県の男の人ってナンパするときに、うん、へい、そこのミスユキンコ、俺と一緒にリンゴのように甘く、ねぶたのように熱い恋をするっぺ。って言うと思う。もう、言わねえよ。そんな偏見だ。なんだよ、それは。もし、任天堂 DS の DS が、うん、童貞捨てたいの略だったら、嵐や綾瀬はるかなんかやるもん、うん、僕の方がよっぽど CM のイメージキャラクターに向いているって話になると思う。じゃあ、童貞捨てたいの。ちなみに僕はドラクエが大好きで。うん、任天堂 DS のドラクエ9を650時間ぐらいやり込みました、うん、童貞捨てたい、すなわち DS なやつが DS にはまるってなんだか滑稽ですね。いやいや、いっぱいいるわいっぱいいるわ DS にはまってる童貞。童貞捨てたいだからね。捨てたい、まあね、いるでしょう。それこそ今もしそれが童貞捨てたいで CM やったらハライチだな、そう、サーベイな。いやでも藤田とか自分だっつってんだからさ。いや、だから藤田全否定することない。直後に今だったらハライチだなって、俺、僕の方が絶対って言ってんだから。だからそれに異論を唱えて、異論を唱えて。ラジオネームパン屋のクマ、うん、太田さん、女性を口説くときにマンションを買ってあげる人、うん、こんばんは。すごいね本当に。まあでもいるんだろうな、世の中にはそういう人な。マンション買ってやろうか、うん、何なんだろうね、それで口説かれる。まあ、あるでしょう。そう、商売。だそれはもうさ、なんつうの、その、うん、愛人契約的な感じじゃない。要はその、うん、なんつうの、口説くとかじゃないじゃん。愛人バンクかな。うん、懐かしいわ。もしも、最有機の孫悟空役が、田中さんだったら、うん、主題歌はチャットモンチ。佐五条は小雪さん、著白海は松下ゆきさん。決まりだと思う。それいろんな方、あのボケの種類が違うからさ、それさ困るんだけどね、いろいろね。三蔵法師、ねえ、三蔵法師瀬戸内寂聴。どういうことなんだ。ラジオネーム猿も女に振られる、うん、太田さん、日村さん、こんばんは。ヒムケは別の曜日でやってますからね。ド M の人間が生まれ変わったらなりたいもの第1位は、うん、自転車だと思う。なんで？こう踏まれ、踏まれてるか。うん。肛門で。うん。そうかそうか、うん。サドルになりたい。サドルになりたい。なるほどね。うん。サドなのにか。サド。本当だ、サドなのにだよ。サドなのにじゃねえ、マゾなのにサドだ。マゾなのにサドになりたい。そこがおかしい。ラジオネームハーツクライ。お。レディーガガのファッションを日本人に例えるなら、うん、岡本那須きだと思う。いやまあそうだね。確かに異論はないの。ほぼ異論はないですね。うん、爆笑問題の漫才は田中さんが一人で考えているという嘘を初めて会った人に教えることが趣味。ネーム。ミミズぐちぐち。なんだそれ。太田さん、陰謀の恋。剛力あやめさん。ちょっとやめなよ。どういうことだよ、それは。剛力あやめ。メイクなしでジョーカーになれそうなのは森進一。ジョーカーってちょっと似てる時あるね。あー、袋さやーの時のあの顔はちょっとジョーカーっぽいよね。ちょっと不気味な。 あとあのドラゴンボールのセル、セルもできるかもしれないな、うん、おはぎなど